ライフプランと資産運用。人生を豊かなものにするためには、自分自身のライフプランを設計することが大切です。私たちの生活にお金は欠かせないものです。社会人になると、収入と支出の管理をしなくてはなりません。その上で、長い人生における様々なライフイベントでは、大きな支出が必要とされています。教育費、住居費、結婚資金、老後にかかる費用が大きな支出の代表的なものです。皆さんも一緒に将来のお金について考えてみましょう。自分の夢の実現のため、将来の支出に備え、お金を貯めたり増やしたりする資産運用が大切になります。貯蓄は銀行預金などを通じて確実に貯めていくことを重視し、運用は株式や債券、投資信託などの金融商品を購入し、より多く増やすことを重視します。株式、債券、投資信託などは金融商品と呼ばれ、お金を増やしていくには目的に合った金融商品を選び組み合わせることが重要です。そのために安全性、流動性、収益性という3つのポイントを理解しておきましょう。ここで主な金融商品の株式、債券、投資信託について解説します。株式に投資をするということは、株主として会社の所有者の一人になることです。会社が利益を出せば、その一部を配当金として受け取ることもできます。またその株式を買った値段より高く売れば、その差額が利益となります。ただしリスクもあります。会社の業績の悪化などで株価が下がれば損をすることもあり、同時に配当金が減ったり、会社が倒産することで株式の価値がなくなったりする可能性もあります。国、地方公共団体、会社などが投資家からお金を借り入れ、その証拠に発行するのが債券です。満期で受け取れる金額や利子などの条件があらかじめ決まっています。投資信託は専門家が広く資金を集め、様々な商品に分散して運用します。そしてその成果を配分する金融商品のことです。リスクとリターンは釣り合っており、ローリスクハイリターンという商品はありません。投資リスクを抑えるため、資産運用の基本としてじっくり長期、コツコツ積み立て、バランスよく分散、この3つのポイントを抑えながら投資することを心がけましょう。